バトルロワイヤルロイヤル、見る、クティに挑戦です。随分なところで区切りますね。全く意味はわかりませんでした。でしょうね。ではゴー。今回の攻略、なんと前回までと違って4分ちょっとでクリアします。前回のストーリーの半分以下じゃないですか。しかもお金の準備を含め城を叩くまで総合の時間でこんなに短いのはどれくらいでしょうか。基本戦術ですが火を超えるを足止めしつつ働き猫のレベルを上げます。ちゃんと星2ですよね。はい、間違いありません。ストーリーが進んで難易度が上がっていてもおかしくないのになんでそんなに時間が短いんですか。敵に無茶苦茶なのがいないからだと思います。あとニョロとかワンコは強さ倍率が高いですが主要な敵キャラはそんなに高くないのも原因の一つだと思います。順調に溜まってきてますがこれは城を叩くと強敵が出るタイプですか。いいえ、時間が来るとボスが出てくるので働き猫のレベル上げもいいところで止めておいた方がいいです。時間が来ると殺意のワンコが出てくるのでそこからこちらも攻撃に移ります。わかりやすいですね。さあ出てきました。ここから壁とドラゴンを出して間引きしながらお金を貯めます。結局お金を貯めるんですね。そうでもしないと積んじゃいますから、前に出てくるものから順に片付けていく数を調整します。さすがにこの数だと壁は随時出し続けなければいけませんね。でも働き猫のレベルは6ですからそんなに深刻じゃないです。お金を持ってそうな敵を倒せば貯蓄は増えますのでそうして貯めた資金で大型を出していきます。何を出すんですか？このステージのボスに対して有利に戦える貧乏残念役者さんです。もしかしなくてもあいつを使うんですか？役者は舞台に立てないと生きていけず、また死ぬこともできません。役を演じ、役になりきり、心と体をイメージして力いっぱい頑張ります。何かのスローガンですか？たとえ貧しくも残念役者と言われようと出番があるなら芝居に命を捧げます。そう、その男とは。では今回の主役、宮城武蔵くん、張り切ってどうぞ。随分盛り上げましたが要するに波動持ちの敵が出るから出番があるわけですね。活躍の機会を設けているに過ぎませんよ。コアラッキョですか。強さ倍率は 200% です。私が思うにわざわざ武蔵なんか使わずにジャラミとカシマで戦ったらどうです。せっかくゲットしてるんですから頑張ってもらいたいんですよ。ただその人ぶりに魂を込めてるように見えますが攻撃力はそれほどでもありません。長い獲物を持ってますが射程もそんなに長くありません。要するに見かけ倒しって言いたいんですね。ひどいこと言いますね。これでも取るのがかなり大変だったんですよ。そりゃあそうでしょうけどあそこまで進んでこれじゃ割に合いませんと言いますか。レジェンドで入手したキャラではウルルンが一番ですね。まあそうなりますよね。攻撃の回転数が速くそれなりに強いし射程も悪くない。雑談しているうちにお金が貯まりましたね。さあ武蔵くん、頑張って活躍して売れっ子になって今までお世話になった方々に報いようじゃないですか。さっき黒い影が飛んでいったんですが、彼は黒子、影になり主役を引き立てるために活躍するのを生業にしているもう一人の主人公。いや、明らかにムートが思いっきり活躍してますよ。負けるな武蔵、頑張れ武蔵。のんびりしていたらいつまで経っても日の目を見ることなく終わりますよ。いや、相手が悪すぎますよ。結果は自分で掴むもの。勝利。ムートはやっぱり強かった。結局ムートの独壇場じゃないですか。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。大根じゃないだけまだマシですか。